さあこれ以上織田家にいても未来はないと思うんで、ちょっと先が見えないですね。全然この勢力図変わらないので、もう無本します、今回は。でうちの鳴海城もね、やっと兵力が1万人超えてるし、で武将もまあまあいい感じなってるんで、ただいざ独立すると何人が本家に帰るかちょっとわからないですね。やってみないとわからないのでやってみます。でもこの辺内通は大丈夫かな、なんかリセットされるかな。今密談してる部署がいて、ですね、ガモさん、佐久間さんですね。ガモさんは次でもう、あれですね、引き抜きできるんですね。これやってからにしようかな。佐久間さんのガモさんはちょっともらってから謀反しよう。って感じで、この2、あと1、2ターンぐらいは待ちましょう。1万人。で、周りが、まあ、清洲城は結構多いけど、1万2000人。他はまあまあ、5000人とか3000人とか4000人。普通か。うん。でも確か、謀反しても、いきなり多分攻めてこないと思うんですよね。僕の記憶上では。一旦ちょっとこのターンは終了で。うん。ガモさんの半身は十分に高まりました。よし。ご命令くだされ。まずこの方を向かいましょう。報告いたしますぞ。いやー幸運するな。で次は佐久間さんか。じゃあ次のターンですね。いやドキドキする。お、かわいい、かわいいやん。え、私の望みは乱世にてこの名を天下に轟かせることです。え、あなたが、ふふ、おかしいですか。おかしいよ。どう考えてもおかしいよ。うん。次の次かな。迎えるのに一旦かかっちゃいそうだね。うん。で、佐久間さんの半身も十分高まりました。で、ガモさんが来てくれました。お力になりましょう。ぜひよろしく。で、次は佐久間さんですね。で、今回は二人引き抜きできますね。王子さんもそうだけど。よっしゃ、これで次のターンで会社辞めます。信長卒業します。あ、今なら寝返りにも応じるだろう。この人は別にいいかな、とりあえず。あれ、引き抜き中止になってる。なんで、え、佐久間さん、なんか城を移ったりしたのかな。え、ちょっと待ってよ。え、どうなってる。お、どうなってる。俺せっかく100まで頑張ったのに、まあ、忠誠はまだ低いけど、もしかすると城を移ったから一旦キャンセルされたのかな。お、ってか三好家今回すごくない。こんな三好家見たことないよ。すげえ頑張ってるじゃん、これ。いや、今回本当になかなか斬新だな、AI が。信長こんなに押されてるのってあんま見たことないですね。そしたらもう佐久間さん無理なんで、うちは、ここで、独立。あ、謀反じゃないですね。謀反を起こし多勢力の配下に加われます。そうじゃないんですよね。独立。なるほど。独立勢力になります。うん。独立すれば以下のようになると思われるが、罰は当たらぬだろうか。当たらない。でも、家臣は秀吉ほか14人。そのまま残るかな。新たな大名として今の勢力から独立します。はい。まあ、罰はちょっとわからないけど、まあ、どうなるかわかんないけど、もうセーブなしでちょっとそのまま行っちゃいます。会社辞めます。おだけ辞めます。本当によろしいですか？はい。
織田家の家臣では追われるな。全然これサブローじゃないよ。これ誰このおっさん。誰だよ。ん？サブローが旗揚げ出したと。まさかそんな野心を持っていたとはな。上司を任せたのは迂闊だったか。いやいや、自分を責めんなよ。こっちは最初からそう思ってた。お、こっちもうちの。お、芝風うちに着いたの。なんで？どういうこと？なんでなんでなんで。え、別に依頼してなかったけど。ちょっと待って、このターンで織田家が来ちゃったりするとやばいな。お、ネネ。え、ネネも来てくれたの。これは意外だな。どういうこと？あ、まあ秀吉と結婚してるからってこと？殿、サブ家の名をサブ家じゃないってさらに高めてまいりましょう。領民の期待も大きいですぞ。こんなにみんなから愛されてるんだサブロ。登場を始めます。すげえ、もう背景変わったね。もう大名だからね。先月の収支です。すげえお金もらってる。報告いたしますぞ。え、じゃあ結構うちについたってこと？ん？勢力の大きな大名がいるようです。このような強敵に対抗するため連合を組むという手がございます。あ、連合ね。必要であれば良い関係にある大名に連合結成を呼びかけてみましょう。なるほどね。あ、外交もしないといけない。そりゃそうだ。なんかこの城は別に僕想定外でしたよ。うわ、結構コマンド増えたな。ちょっと待って、で今とにかく織田信、あ、松も来てくれた。え、ま、え、ちょっと待って。ちょっと混乱するわ。うちの武将、あ、でも最初やっぱりみんな忠誠低いのか。あ、松ねね。へえ。あ、奥さんも来てくれたね。前田月。あ、ちょっと待って、じゃあそしたら忠誠をあげよう。常置。常ちゃん。あ、家宝がない。ちょっと待って、こんな時に、秀吉ちょっとやばいかもな。で、その前に、今後、ああ、織田家と同盟だからってことか。で、敵死。家康と敵なんだ。じゃあ、わかった。うちは、浅井家に行きます。浅井家とまず同盟を結びたいので、秀吉に行ってもらおうかな。3か。結構低いな。なんでだろうな。なんでだろうな。密談します。お、織田家結構みんな忠誠低いな。これはチャンスなんじゃないかな。あ、でも、欲しい武将いなさそうだな。じゃあ、ユサさんに来てもらおうか。うん。で、それと、なんだろう。あ、こういうのもできちゃうんですよね。人種を作ろうか。まず。こっちもか。いや、またなんかこういう地道な内政コマンドが増えて、やること増えたね。整備しよう。忙しい。この辺の道、うん。いや、ちょっと次は、取引したいな。一旦このターンはいいか。いや、攻めてこないかっていうのが心配だな。とりあえず一旦終了してみよう。うん。よっ。結構進んでる、この辺。ご命令くだされ。先月の収支です。報告いたしますぞ。で、
取引、この辺全部買っちゃおう。とにかくみんなにあげよう。林さん、あれ秀吉何が欲しいんだ。ガモさんで稲葉さん、一旦そんなもんかな。大内さんもあげようかな。あ違う、これね。お、芝勝忠誠いいね。上代になってる。いや、これは嬉しいな。だって、信長コンセルトメンバーだもん。これは。いや、想定外だったね。なんでだろうな。信長に不満を持ってたのかな。あ、この人途中だったけど、ちょっと引き続きやろう。あれ?引き続きやろう。うんうん。進出しよう。嫌がらせですよね、この辺。この辺進出したら嫌がらせだよね。名古屋城の、ま、範囲内でもあるし。まあでもうちの範囲内でもあるんだよね。うん。奪い合い。こういうのを考えてやらないといけないんだよね。で、もう一個。よし。で、あ、もう回収できないか。じゃあ整備しよう。引き続き。よし、じゃあこのターンも終了か。あ、芝勝は、なんかもう一個あげようか。もう一個あげよう。家臣団。ああ、家臣団。ちょっと待って、効果なんだろう。あ、なるほどね。大名の血縁者。それはもう、前だけしかないよ。上州時に最大民長及び人口上昇。あ、条件を満たす武将いませんと。うん、じゃあ仕方ないね。うんうん。任命。あ、上州か。まだいい、まだ早い。終了。とりあえず2ヶ月経ったけど、一旦は平和っぽいな。平和のようですね。ご命令くだされ。先月の収支です。そろそろ秀吉はどうなの。何が欲しいんだろうな。秀吉の忠誠見よう。あ、でもちょっと回復してるな。よかったよかった。態度から不信感がにじみ出ている。いや、なんでだよ。今まで仲良かったじゃないの。あ、勘弁もちょっと下がってるな。まあ時間経れば回復するでしょうね。投資しよう。この辺、あ、投資はそのまま継続されるんだ。あと、サブローは任命してもあれなんで、ここはガモさんにしよう。うんうん。外交で、贈り物、あ、朝廷に対する交渉もできるんですね。そうすると、官位もらえるんですよね。これは、官兵衛に行ってもらう。こういうのも同時にやんなきゃいけないな。よし、まず周りの関係とね、保つことが大事。なんで、まず浅井家と同盟を結びたい。それと、まあ、敵視なんで多分、しばらくは敵視のままになるでしょうね。あの、外交してもおそらく、同盟は結んでくれないでしょうね。まあ、浅井家と、一応三好家にしようかな。うん、この辺ちょっと同盟欲しい。で、この辺もそうだけど、ちょっとまた考えるけど、今回は、いや、思ったより、信長勢力そんなに広くないので、ワンチャン滅ぼせそうな気がするんですよね。なんか欲張っちゃった。最初は、あの、織田家滅ぼすってとこまで考えてなかったんで、とにかく、独立して、織田家を攻めてみようっていうところだったんだけど、今見たら、ワンチャンいけるんじゃないかなっていう。
いやでもまだ油断できないな。来る可能性高いので、まだまだね。よし、それと回収ですね。この城の回収もしていきます。第7段階までいけるんだ。すげえ、118日かかるね。お金表、お金だいぶ減ってるな。ちょっと家宝めちゃくちゃ買ったんで、少し貯金しようかな。一旦ちょっとこれで3ヶ月ぐらいは持つでしょうね。これちょっと最大化までします。少し鳴海城から人を移したんだけど、この辺の内政もね、ちょっとどんどんやっていかないといけないので、うん、まだ3400人って結構少ないんですね。進出してこの辺結構すごい広いですね、区画。ここまでいける、なんでちょっと行けるところまでどんどんやりましょう。これ多分犬山城か名古屋城のとね、被ってるところもあるんで。でもうちは今進出しちゃってます。先に取っちゃいます。うんうんうん。いやどうなんだろう、信用12。うん、まだ今弱小大名だからね、あんまり周りから知られていない。建設でこの辺、あ、寺町作ろうかな。武家町もいいんだけど、もう一個作るか。寺町の方がいいか。僕寺町好きなんですよね、いつも。だからこの辺、これ奨励しないといけないな。寺。一個奨励しとこう。織田家まだ来ない。1万5000人。すげえな。これさ、マジで一気に周りから来たら僕、せめてこの城は持たないと思うんだよね。かなりやばい。大友家が滅ぼされました。え、島津今どうなってる？九州統一したのかな？え、すごい。あ、なんか上動いてるな。ご命令くだされ、先月の終始で報告いたします。上なんか動いてるな。お、浅井家がどこ行く？細川とやってる？畑の？うわ、すげえ。島津ってもう九州統一じゃん、これ。あと長崎だけだよ、龍造寺。うわ、大友、滅んだのが。しかも今、山口に進出しようとしてる。毛利、大丈夫か？島津、怖え。これ、九州って大体2パターンですよ。島津家が統一するか、大友家が統一するか。大体僕今までこの2パターンしか見たことないな。見たことない気がする。だから、島津家って、飲むか飲まれるかって感じですよね。まあ、大友家もそうなんだけど、今回は島津家が勝ったのか。すげえやな。でも、名古屋城。信長、名古屋城また取られたな。なんで？佐久間ちょっとこれはやばいな。まあでもうちにとってはいいかもしれないな。え？織田信長来たよ。え、どういうこと？寂しいのか？え？お主には借りがある。え、どうした？あ、今関係普通にもなってるな。特に敵や興味を持たない。早いな。もう吹っ切れたのか。いや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 、こっちは謀反したよ、独立したよ。もう少し怒ってもいいんだけど。え、じゃあ一旦セーフってこと？あ、そしたら家康ともあれですよね、外交できるんですよね。あ、いいな、そうしよう。で、浅井と家康と同盟を結んで、で、織田を攻めると。それいいな。やっぱり世界情勢って結構頻繁に変わるから、ねえ、なんとも言えないな。引き続き進出していく。
また来た。信長また来た。どんだけサブロのこと好きなんだよ。ん？下克上も珍しくはないこの時世。心より信頼のおける相手というのは、実に貴重な存在であることよ。まさに下克上だよ、こっちは。いい加減にしろ。心より信頼されてるよ、信長に。面白いな。信長面白いな。こんなキャラだったのか。先月の終始です。なんかもう攻めづらいな。でも織田家も多分これ以上拡大できないと思うんで、少なくともこの上と下はね。だから行くとしたら西か東だけど、飯田城も全然落とせないし、だから僕がいないともう織田信長ってなんだろうな、なんもできないんじゃないかなって思うんだけど。なかなか面白いな。じゃあ天守閣を強化してる。あ、労力足りない。あれ結構武将いんのにな。あれ、あ、これ投資してるからかな。ちょっと待って、犬山城も急になんか。ご命令くだされ、先月の終始です。報告いたしますぞ。急に取られた旗の家に。え、どういうこと。今一瞬変わったよな。あー、これはまた、堀秀政。え、織田信長大丈夫。大丈夫は。ちょっと待って、関係まで変わったよ。影響力が弱いため軽視してる。いや、お前もだよ。全然響かねえよ。はあ？いや、よく来てくれてたんじゃない？さっきまで。13,000人。あ、でも織田はそろそろ終わるな、これ。どんどん周りの人に、あ、じゃあ、落ちとって本当に絶好のチャンスだな。そろそろ、向上しに行こうかな。でも名古屋城まず欲しいな。そしたらもう三好家はいいかな。ただしうち出れば織田家出てくるかもしれないんですよね、そういうところ。まだ簡単に動けないな。いや、それにしてもこの犬山城も面白かったな。面白かったな。そうだね。ちょっと、引き抜きも、もう少し。あ、この北条ってさ、今回三好家に行ってるな。あれ、なんでこれポイントってそんな低いんだ？今までさ、十何ポイントあったけど、影響力が低いからかな。それと関係あるのかな？あるかもしれないね。そういうことか。まだうちはもう少しちょっと地道に強くしていくしかないな。お、柴勝の息子。成人したのか。いや、平凡だな。ポンコツだな。あ、養子か。なるほどね。柴勝の息子ってわけじゃないんだ。表情。お、十分に信頼を得られましたので朝廷工作を終了します。いいね。これ確かなんかお金か何か持ってって、で官位をもらえるんですよね。報告いたしますぞ。確か、朝廷で官位、あ、自分で選べるんだ。そうかそうか、そうでしたね。どうしようかな。この辺でも地域のやつですよね。ん？左近将軍、右近将軍。まあでもこの辺は九州とか、他の地域だもんな。こっちじゃないな。じゃあ、左近将軍で。あ、なんか効果あるね。あ、でも一緒。効果一緒。工作で信用が増加しやすくなる。あ、でもこれいいね。もらおう。
使者を送りました。よし。で、多分今後こういう他の勢力に今工作しに行ってるんだけど、こういうのを増加しやすくなるっていう効果ですよね。いいね、いいね。やっと今浅井家と50まで行ったんですよ。で、同盟結ぶには確か、なんだ、あ、80でいいのか。2年間。うん。浅井家とまだ戦いたくないので、80まで行ったら2年間の同盟を結びます。100人になったら婚姻もできるんだ。別に結婚する必要はないよな。うん。あ、でも、そうか。織田家と今婚姻になってるんですよね。おいちちゃん。いや、ちょっと地道だな。地道で頑張っていこう。で、結構この辺の改修もだいぶ進んでるので、今度は三の丸にします。うん。あとは、天守閣もそうですね。うん。城の防備ですね。完璧にしときたいですね。よし。お金、あ、木材も結構減ってるな。やっぱりそう、回収するのに結構、木材すげえかかりますね。鉄はめっちゃ持ってます。鉄を、売却するのは、兵糧しかできないのか。あ、そっか。そうでしたっけ。兵糧売ってもいいけどね。今、結構、持ってるんで。売ろうか。ちょっとだけ。で、お金で木材を買うとか。あ、今、こういうのしかないのか。まあ、でも買っとこう。ありがとうございました。うんうん。こんなもんですね。あ、そうか。制作もありますね。制作。完全に忘れてました。これ、いろんな制、あれ、僕、やってたっけ？目安箱か。人口が増加しやすくなる。民衆が回復しやすくなる。ただし、民衆低下時に騒乱が発生しやすくなる。騒乱を別にすぐ鎮圧できるから。これいいけどね。これはいいな。目安箱。うん。いろんな政策があるんだけど、やっぱり、メリットとデメリットがあって、迷うんだよね。どれにするか。あと一個なんか、良さそうなやつあったんだけど、どれだろうな。あ、これかな。兵士がめっちゃ増えるんですよね。最大領民兵かな。で、労力はめっちゃ減るし、動員できる労力が5割減少する。なんだけど、その兵士が2割増加する。まあ、労力は、今はまだいいけど、今後はね、武将めちゃくちゃ増えてくると、労力めちゃくちゃ余っちゃうんですよね。僕多分最大100とか200とか200はないか。結構3桁で余った時期があるんですよ。そういう時はやっぱりそういう政策にした方がいい気がするんですよね。まあ、一旦いいか。一旦目安箱だけでいいか。うんうん。いざ行く。あ、ちょっと待って。出てる。ん？あ、徳川が出ている。お、結構、北条攻めてきたね。おお、ここまで来たのか。はあ。いや、うち家康くんと同盟結んで意味あるのかなって今思ってきた。だったら北条と同盟結んだ方がいいんじゃないって感じだけど。まあ、もう少し様子見るか。うん、もしかしたら家康くんが逆襲するかもしれないですね。わからないけど。我が戦、ああ、朝廷に到着したようです。秀吉、お前かよ。あ、そうか、3000円を払わないといけないのか。腐ってんな、これ。賄賂でしょ、要は。要は賄賂ですよね。お金払って、で、官位をもらうっていう。まあまあまあ、払ってやるよ。みんなのおかげだ。いやいやいや。お金のおかげだよ。あ、ちょ、ストップ。なんかめちゃくちゃ出てる。いや、なんか、ちょっとスピード落とそうかな。こういうの、怖いな。浅井家と、浅井じゃないや。浅井か？浅井家と住吉家が今、やり合っている。そういうことか。
いや、びっくりした。なんかね、結構今デリケートなんですよ。うちに来ちゃうんじゃないかなっていう。出陣する。あれ？出陣するって何？あ、なるほどね。旗の毛、そっか、それはビビるよな。だって兵士、兵力、兵隊一応、あ、でも本当だ。一応じゃないや。犬山城向かってるんだこれ。それは出るわな。いや、結構周りが乱闘してますね。報告いたしますぞ。これでどうなんだろう。もう少し増加しやすくなるんじゃないかな。毎月それでも4か。へえ。こっちは3。あれ、そうでもないな。そうでもないな。で、今朝廷とのそのなんだ、信用がまたゼロになったんで、なんでゼロになるかわかんないけど。いや、別に信用完全に失ってわけじゃないでしょ。そこはちょっとよくわかんないな。信用してくれてるからこっちがお金を払って官位をもらったってわけでしょ。まあ官兵衛が行く、引き続きさらに上の官位を目指す。でも城2つしかないから行けんのかな。そういうのも関係あんのかな。で、周りが乱闘してるうちに、うちがどんどん今のうち発展しとこうと。結構この辺激しいな。盛り上がるの。あれ？あれ？あれ？帰んの？帰んの？浅井家の工作により6ヶ月で同盟を結べるようになりました。続けろ。で、2年間の同盟を結びたい。おお。なんだ？ちょっと読めないぜ。表情を確認します。先月の収支です。報告します。ここあんまり読めないな。でも一応それぞれ家に帰るってことだよね。うん。信用3になってる織田家と。何もしてないのに。しかもうちを軽視してる。見下ろしている。わ、この辺なんだこれ。長打だねこれ。いや、武田家よくこれ生き残ったな。まだ。いやー、そう、あ、来てる。また同じこと言ってる。下克上。もういいよ。うちを軽視してるでしょ。そうですな。カホいっぱい買おう。ちょっとね、今怖いところがあって、秀吉がね、忠誠が今やばいんですよ。真っ赤化になってるんで、しかもさっきこの辺の文字見ると、誰かと密談してるようなんですよ。だから、ちょっとうち裏切る可能性があるんで、一旦外、秀吉を外に出した。だから、これだったらまだ安全ですね。城の中にいると、引き抜かれちゃう可能性があるんで、外にいると別に大丈夫そうなんで、一旦このままにしといて。で、家宝なんだけど、まだ今のところ、秀吉が欲しがってるものがなさそうなんで、あげれないんですよね。だから、何が欲しいんだろうな。茶道具でもなさそうだし、まあ、でも一旦買っとくか。お金まだあるんでね。うん、違うな。こういうの買っていくしかない。で、兵糧ちょっと売ろうかな。お金、兵糧いっぱいあるし。というのをやっていく。出た！出たよ、これ。あげるよ、これ。それでも13か。いや、なんでだよ。もっと忠誠あげろよ、マジで。いや、でも一旦セーフだな。よかった。いや、だいぶお金使ったけど、またちょっと回復を目指していきます。